どうよ。マジで俺やりたいねんけど。真剣。結構真剣やねん、俺は。工事の株が上がりましたね。上がった。男らしかっこいいよな。なんでそんなイライラしてる？普通にするやろ。普通に勝てるよ。マギレクシャンは本気で。ほんまに俺やりたいねんけど。ちょっとみんな SNS でちょっと騒いでくれへんかな。あいつに届くように。俺はほんまにやりたいな。いや別に口だけやったら口だけでいいよ。見てたらわかるやん。マジで。マジで見てて。俺は絶対実現させるから。絶対実現させる俺は。いける、絶対いけるって。もう負ける気がしない。確かに強い。速いし、当て感もいいし、目もいいし、すごいな。すごいよ、確かにすごい。でも、なんかちょっとパッとしちゃうな。なんすかって。清水さん、ほんまやりたいですよ、俺。あいつ。ほんまにやりたい。俺はマジでやりたい。俺、明日やりたい、明日。あ、ミスった。明日やりたい。ちょっとみんなマジで頼むわ。俺、ここはみんなの力がいる。みんな力貸してほしいな、俺。やめへんよ、俺、病、あのな、もう、そういうのはいいね、別に。言いたきゃ言っていいけど、俺はほんまに負ける気しちゃうから、マジで。天心、お前なんか眼中にないわ。ないことないよ。多分俺がメッセージ送ってるの、多分ちょっと見てると思うで。俺からしたらあいつがビビってんちゃうと思う。今この700人見てる人も全員やってほしいやろ。思うやろ。な、結局は、あ、じゃあ、俺のことがボコられてほしいんやったら、ちょっと、みんなちょっと言ってみ。SNS にちょっと書いてやらして。書いて。あ、ムカついてきた。俺、なんか寝られへん、多分今日。ちょ、マジで。そんぐらい腹立つ。無理無理。キックは無理。キックなんかやる気がない。無理に決まってるやん。おい、早くみんなかけって。目立とうとしなくていい。そういう問題じゃない。まず、格闘家は目立ってなんぼやから。お前のその発言がしょう。ちょっと見たくない？マジで。何でもいいから言ってたらいいから。俺は絶対やる。俺は絶対にやる。100%やる。もっとやる気出た。あいつのおかげで。俺もっと明日から頑張る。俺はもう、マジでもっと、もう今からでも頑張るわ。アドレナリン出てきたというか、なんていうかな。震えてくるよな。マジで。ちょっとマジでやりたいよ、俺は。もう担いでいいだ。いや、確かに強いで、完璧。あれは完璧。今から言えよ。ちょっとみんな協力して。マジで。後期もやられてるしな。めちゃくちゃみたいです。ちょ、ほんまやりたいっす。マジでやりたい。お前も。いやちょ、カスがいけんの。何でも言ってて、言ってていいが、俺絶対実現させる。できる自信あるもん。だって、じゃ普通に、勝てるやろ、普通に。おかしい。
しおかしい、あんな紛れ死んでおかしい。ちょっと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 、俺ちょっとマジでやりたいな。俺はちょほんまにやってくれへんかな。ちょっと服はダサいけど、ちょビデバリちっちゃいって、いやちょマジでやりたい。もう負ける気しちゃうんって、ほんまに。いや俺なら当てれる自信あるな。もうパンチ当てれる自信がある。ちょマジでほんまにちょっとお願いします皆さん。ちょっと書いてくれへんかな。うん、会計も一緒やな。貧乏な服着てって、これは USJ で昔に買ったんじゃ。でもそんなどうでもいいね。ちょほんまお願い、ちょっとみんな書いてくれる。お前当てが何でもいいから、何でもいい、その時分かるから、やったら分かるから。俺もっと頑張るわマジで、うん、みんなの期待裏切らんから。俺はちょっとみんなマジで約束する、俺もっと頑張る、うん、T シャツピチピチさえね、寝巻きで着てたからピチピチやね。ほんまに頼むわ、もう。ほんまにな、このみんな見てる人絶対見たいやろ。ちょっと見たい、見たいか見たくないかって意味、見たやろ、やろう。絶対いける、俺もうあのな、うん、俺逆に相性合うかも。ほんまに別にボコボコにされるとこみたいな、みたいでもいいけど、ちょまほちゃんマジで見といて、ほんまにぶっ飛ばすわあいつ。天心多分お前知ってても知らんでもどうでもいい、うん、やれって言ってんね。相手おらんねやろ、俺がやるから。おるやんここに相手って。清水さんも実現させます、いけたらお前マジ。ボクシング組んでると話早いやん、できんねやろ。ボクシング来たら今はできひんで、そんな俺ライジンにも行く気もないし、うん、蹴り嫌やし痛いし、うん、ちょっともう腹立ってきたな。もう感覚はつかんでんねんな。そうこれがだから面白い、見て感じる、見て感じる。ビビってないがやりたい、やらせろっつってんね。てっぺんジムに乗り込み、メスあのあさっき乗っけてないけど、さっき送ってん、てっぺんジムのアカウントの方に、うん、ライブとか一般人のお願いしないで、偉い人にって言って、みんなあのな、今の時期って SNS やんやろ。だからもうそれで俺は